手打ちという言葉が大嫌いみたいですね。でよくね、言うのは、うわ、手打ちだって持ってるよとかね、なんかね、お友達同士でね、アドバイスしたりするんですよ。で、手打ちになってる、お前こうなってるじゃないかって、こうやって言ってるよって言うんですけど、教えた方が、やっぱり同じようにこうなってるって、こういう、まあね、よくわからないオチがあるんですけど、さあ、手打ちがある限りは、もう一つ何打ちがあるんでしょうか。はい、これは、まあ、体重が乗った足打ちかな、ボディ打ちかな、腰打ちかな、まあ、そういうふうに2つに分かれます。じゃあこれ手打ちにならないのはどうしたら、ね、足打ちができる、足打ってる、まあ、ボディ、これはですね、足を使うやり方が分からないと難しいかな、ね、じゃあこれね、足を使うやり方を言うと、じゃあ足をこういうふうに使うことはできませんよね。簡単です、これ。これはこういう練習をするんです。はい。じゃあ、その練習もいきなりこれやってください。で、打つんじゃなくてね、まずリハーサルが大事。何でも。何でもリハーサルが大事。で、リハーサルで、こういう、リハーサルっていうのは素振りのことですね。素振りであります。まあ、簡単ですからね、皆さんできます。野球やってあった方は、すぐできるかな。すぐできると思う。ね。じゃあね、リハーサル。リハーサルはこれです。これ何？これ野球。野球をリハーサルです。これ野球で、こうやって、パーン、バーンとするのが野球でしょ？で、ここは野球はまあまあ、まあ、今はもうね、硬いと思って投げるから、困る。だけど、まあ、薄くないのは振ることができるから。で、もう一回やりましょう。バッターが立ちます。ピッチャーが投げます。そして、ピッチャーが投げると足上げますから、ピッチャーね。足上げたら、こっちも足上げます。足上げて、こっから、ブカーンとホームランを打ったりして、空振りしたり、いろいろする。で、ポイントはここ。ここ大事。さあ、ピッチャー第3球を投げました。ボール。これができたらね、手打ちなくなるんですよ。これは手打ちの人が、ピッチャー第4球を投げました。これが手打ち。ということは、体重を乗せる、下半身を乗せることができたら、手打ちは防げます。で、この手打ちの防ぎ方、これは手がなくなればいいわけですね。なくなる。なくなるか、なくなりはすしませんけど、ないと思わないか。こうやって、ピッチャー大球を投げました。カーンとこの感じですね。じゃあ、これをやったらいいんですよ、ゴルフね。はい。スタンスここから始めて、これ普通のボールの位置ですね。ここにピュッとこう、これね。ここをピュッとこれから左足を動かしただけ、ここです。で、ヘッドはここ、これ何センチ言うたら大分5センチですよ、30センチぐらいかな。こっから針をこれだけです。この練習します。これはね、練習場でね、まあ今いきなり打ちましたけど、この素振りやってほしいんです。これが手打ちじゃない、これは腰打ちです。で、腰打ち。これをやるためには、足を上げなきゃいけない。で、足の上げ方もいろいろあって、あ、ここから、こうして、こういうスタボールです。これ手打ちなんです。足を上げたも手打ち。どうしたらいいの？これは、この方法、これもちょっとリハーサルしましょう。うん、これね、簡単ですよ。こういうふうに、構えるよ。で、さあですよね。まあ、気をつけ、休め、気をつけばいいか。気をつけるよね。ここからね、手をこのままキープします。動かさない、ここから。そして何するかというと、足で自分のこのグリップエンドのあたり、どこでもいい、どこでもいい。膝、左膝でキックします。キック、キック、これキック、これ1。で、キック、バック、これは2です。キック、バック、最後、キック。こうやったら手打ちなくなります。これは、素振りでいいかな。打ってもいいですよ。これ、頑張ってやってるうちに、打ってみたいなって絶対皆さん思います。最低10回ぐらいやってほしい。でないと、変なのもなかったりします。まあ、治ってもね、俺はせんかったらいいんだけどね。もう一回やりましょう。構えて、キック、バック。この練習。キックバックヒットです。
バック、キック、ヒット、これダメですよ。構えて、キック、バック、こういう練習です。これでね、打ってもいいし、打てんでもいいですけど、ぜひおすすめ。こうするとね、なぜかわかる。何がわかるんでしょう。これがわかる。前の動画でもね、パワーの線って言ったんですけどね、引っ張られてないとダメなんです、手がね。で、誰に引っ張られるか言うと、自分で引っ張られないんで、クラブヘッドに引っ張れないとか、引っ張られないみたいな、トップがね。トップはこっち行きたいわけですよ。クラブこっち。こっち行きたいのを、引っ張られながら、行かない。ポイント。もう一回やりましょう。ここね。こっから、キック。はい、キックして、カンサン。キック。これできない人が、まあ、キックの練習してもね、キック。キックした時に、クラブの手も全然動かない。どこも動かない。ちょっとショックで、ワッと上がるぐらい。で、キック。バックしたときに、左足は目標方向、左に動く。で、ヘッドは後ろ、後ろが、これも目標方向に動くんですよね。そうすると、ずーっと引っ張られた状態がね、もう長持ちするというかね、引っ張られた状態になってるわけです。こうすると、手打ちがね、なくなっちゃう。なくなる。もう一回やりましょう。これ見て、皆さん見てくださいね。これスローでね、再生すると非常によくわかると思う。こっから、パン、パン。こう。どこ行ってもいいんですよ。ただ、振ってればいい。やってるうちにわかります。で、これ今ゆっくりやったんですけど、ちょっと本格的にやると、こんな感じ。本格的に。なんかバーン振れた感じでしょ。はい、クラブがここでこう、こっからこういう動作。手打ちはこっからもう、こっからもう、これなんです。こっからこう、こっからこう入ると手打ちは、撲滅。こう、ほーら、ね、この練習。これはもう栄養抜群、エキス満載。こうやると、素振りがね、まあ、3ヶ月ぐらいで、全然変わります。全然。ね、もう一回やりましょう。こうでしょ。こっからキックね。ポン、スー、パン。ね、これ見たらもう、ね、クラブじゃなくても何振っても、体重乗っかってるようにしか見えないでしょ。で、これでうまく当たるかどうかとは別ですよ。これは、手打ちじゃなくても、この、ボディでガーンといってもね、それは空振りするときは空振りするでしょ。ね、ですけど、まあ、言うと手で、当てる空振りと、バーンという、まあ、豪快な空振り。前向きから。ね。でもこの素振りを繰り返すと、そう簡単には空振りさせてくれない。どっか当たります。で、ここでポイントは、ちょっとクラブに戻しますけど、ここにティーアップしますね。で、構えたときはここでティーアップ。ね、まあ、ドライブね。で、ここから、ここへ来たとき。ここへヘッドを置いたままじゃダメです。これは、スタンスの真ん中に戻す。ということは、ここへ乗って初めてヘッドが当たるように、ここで構えておくわけです。これやっぱり30センチぐらい空いてるかな。30か40空いてますね。で、ここでキック。キックする。そう、キックせんでいいんですよ。ポン。触るだけ。ちょっとさ、触れるだけ。触れてから、グッとこっちに乗ったときに、体重が入ってくるの分かりますよ、これ。で、そこからあとは、もう、いいです。もう、そこから意識しても無理。もう、上げて、この辺まで来てから、もう何意識してもね、この辺では解決しません。もう、ここで解決しとかないと。こうして、はいよ。ね。ここはもう、まあそこそこうまく当たります。はい、ここでキック、バック。このイメージ、頭の中でやるだけ。うん、実際キックしなくていいんです。キックしたら、ピーッと上がりますからね。ピーッと上がる。だからキック、バック、ヒット。この動作をやると、ちょっとだけキックっぽい動きが起こります。キックっぽい動き。キックしてないけど、キックっぽい。こう、こう、ちょっと前に。
ちょっとこれワードプレスを言うんですけど、ちょっと、ちょっと、はい。ねえ、なぜかね、これはリズム取れるんですね。だから、スイングのね、体重移動。これね、簡単に言えば、右足、左足と思うでしょ。これゼロですね、構えると。等分ぐらい構えとしましょう。右足、左足するでしょ。右に乗せて左、これやるから難しい、これ簡単、左、はじめ、左、今、左です、はい、位置が左、左、右、左、こうすると、なぜかね、手打ちよりも足意識がいってしまう、普通に構えて、左、右、こうやって打つと、なぜかね、手応え良くなる。これは実感できます。ぜひやってください。